モルタルで被覆された採石場跡と出口側有水処理場出口側のカドミウム汚染は1986年に発覚した広島県府中市の出口側でのカドミウムなどによる重金属汚染。採石場での作業で露頭した鉱脈が原因であった。採石場はモルタルで封鎖され漏出する汚染水を処理するために出口側有水処理場が建設された。 現在も環境基準を上回る汚染水が漏出しており、施設の老朽化と保守費用が問題となっている。採石場による重金属汚染としては日本初とされ、採石法の運用に影響を与えた。出口側奥に土石流緩和の治水整備が見える2018年撮影出口側は、足田川の支流で全長7キロメートル。 標高500メートル前後の山々に源を発し、荒谷町から出口町、目先町を経由した足田川に合流する。出口川や出口町の名前は山間部からの出口という意味に由来する。下流川では石州街道と雲州街道が合流し、宿場町が形成され、現代もその古い街並みを見ることができる。下流の県先からは街道で、 山陰地方から運ばれた物資が川船で、足田川経由で、福山や大阪に運ばれていた。現在でも、往年の繁栄を伺わせる屋敷が残るほか、両備本社を中心にした、金属、機械化工業の工場も立ち並んでいる。上流には、昭和初期に、瀬戸鉱山と呼ばれる鉱山があり、亜縁や銅などが採掘されていた。付近の地層は複雑で、 重金属を含む地層が眠っている。コンクリートで封鎖された三木採石場1986年6月、出口側の水で鯉を養殖していた家で160匹の鯉が全滅する事件があった。川の汚染を疑った住人は鯉の稚魚を川の水につけたところ一晩で死んでしまった。同時に、カニ、ハヤ、カエルといった生物も出口側から姿を消した。 地元町内会が広島県と府中市に出口側の調査を依頼した。調査の結果、出口側より基準を超えるカドミウムが検出された。広島県は府中市出口側環境保全対策専門委員会を立ち上げ、広島大学工学部の金丸昭治教授の協力の元調査を進め、鯉が大量死した現場から500メートル上流にある三木採石場から カドミウムが浸出していることを特定した。岩石の採掘によって鉱脈が露出し、雨水と硫化鉱物が化学反応を起こして硫酸が生成され、その硫酸が重金属を溶出させているのが原因であった。川の水生生物が死滅した区間は水木採石場から下流側に1 7トルであった。水木採石場の上流側では有毒物質は 確認できなかった。採石場から下流側に100メートルほどの区間で7カ所の地下水、流出地点があり、うち5カ所から高濃度のカドミウムが検出された。採石場での調査では、破砕された岩石の残りカスに混じって明らかに重金属の鉱石と思われる岩石が転がっていた。採石カスからは、福山大学の高村健教授の分析によって、 カドミウム 34ppm、鉄 21000ppm、銅 5700ppm、亜鉛 2700ppm を検出した。出口側の流域の水田で作られた湖面にも、重金属の集積が確認され、少なくとも1986から1989年の農地土壌汚染調査で、基準値を超えるカドミウムが、荒谷町の農地から検出された。 汚染の発覚により、子供は出口側に入らないように指導された。府中市は緊急的に、古町採石場からの地下水の処理を開始したが、その量は1日あたり6.5トンが限度であり、処理できなかった残り7.5トンの汚染水は、そのまま出口側へ垂れ流しという状態が4ヶ月以上も続いた。国会でもこれが問題視され、 1986年10月の第107回国会の商工委員会で共産党の近藤忠孝は採石法33条の13に言う緊急命令を発令して採石業者に対する災害防止のための緊急措置令をすることを当時国務大臣だった田村元屋政府委員に訴えたが過去一度も発令されたことがない命令だったために見送られた。自治省として 府中市や広島県から今後特別交付金の申請があった場合は、事情を考慮して柔軟に対応する方針を示すに止まり、国としては、府中市と広島県の対応を見守るのみとなった。出口川有水処理場中は沈殿プラント1987年、広島県は荒谷地区の出口川中金属汚染対策として2億円をかけて、出口川有水処理場を建設することになった。 建設と運営は、府中市が行い、県は建設費の半額を補助した。1988年に処理場が完成。1989年に採石場はモルタルで、被覆され封鎖された。採石場からの湯水中のカドミウム濃度は、月日の経過とともに低下し、1988年に1 9ラム l だったものが2002年には0 9 8ラム。 L に低下し、2015年には0 3 3ラム l となったが、それでも、環境基準の110倍、排水基準の11倍の濃度である。旧採石場の西側と北側に採石場が、創業している出口川流域で採石場が認可、創業されるのは、三木採石の採石場が初めてではなく、それ以前から金傍で採石業が営まれていた。 1986年に三木採石場からの重金属輸出が建材化した後も近隣の採石場に創業の停止命令が出されることはなかった。問題の採石場を運営していた三木採石自身も反対側の山を切り開いて新しい採石場を開設し、これを不安視する声がある。採石場の下手の出口側そばに作られた。 重金属の凝集沈殿層と汚泥処理層などからなり、汚水の処理能力は1日あたり150トン。また豪雨時の汚水輸出の増加に備えて2500トンの貯留層も設置されている。採石場後から共産性の地下水が施設に導かれ、1日平均50トンの汚染水を処理している。処理施設では、塩化第に鉄及び、 高分子凝集剤を適化して凝集物を沈殿させている。処理後に残る汚泥は、広島市や呉市の最終処分場に運ばれ、埋め立て処分される。処理後の放流される処理水のカドミウム濃度は 0.0016mgL となっている。処理前の汚水の pH は3千後であるが、処理後には6程度に調整されている。2017年度には、 おでい脱水機が老朽化に伴い更新されている。管轄は府中市建設産業部環境整備課であるが、府中市の指定管理者制度に基づき運営は民間の企業が行っている。処理前の汚水を貯める貯水池が少し離れた場所にあるが、この位置に建設が決まったのは広島県との接触の結果であり、妥協の産物とされる。出口川湯水処理場から徒歩1分。 出口側による侵食で作られた峡谷の東側斜面にある。業者の採石によって、県道388号線から山頂に至るまで山体が削り取られ、岩盤が露出している。採石場の岩盤や採石には、カドミウムや鉛、鉛などの重金属が含まれていた。1987年にモルタル被覆工事に向けた現地調査が実施された。 1989年に、現場の斜面は、出口川沿いの県道から山頂に至るまで、鉄筋入りのモルタルで被覆され、鉱石が雨水にさらされないように処理された。モルタル壁は、有害物質の流出を防ぐため、厚さ51センチ、広さ約6000平方メートルの規模になった。コンクリート壁の高さは150メートル。北側の渓流には、砂防ダムも築かれた。 採石場に進出する共産性の地下水は専用の排水管で処理施設に送られる。老朽化して雑草に覆われた採石場処理施設及び採石場跡地のモルタル吹き付けは施行後30年を超え、老朽化と更新費用が問題となっている。鉄筋コンクリート製の処理施設の対応年数は30年であり、出口川湧水処理場は 耐用年数を超えて運用されている。採石場跡も、コンクリート斜面の崩落が続いている。施行から16年後の2005年に、採石跡地斜面の赤外線調査と、返上調査が実施され、斜面全体のコンクリート被覆をやり替えるプランが検討されたが、数十億円の費用が必要と見積もられている。モルタルが劣化して崩壊が進む、斜面崩落して、 数メートルの高さに積み上がった岩石モルタルと岩盤の劣化によって崩落事故が起きている。崩落事故は2005年、2008年、2011年、2016年、2018年にも起きている。内部の金属メッシュの劣化が進行していることも影響している。府中市の七大市長の伊藤義和の時代には崩落するたびに補修されていたが、 2014年に八大市長となりよしに代わって以後は補修されず崩落するに任せる状況となっている本来採石場の許可と管理は県の管轄であるが広島県は事案の性格上から一義的には府中市が処理するのが妥当であるとして県は協力支援するのみとしており処理施設の運営費用や採石場跡地の管理費用の半分を 不中市の負担としている。これに対して、不中市議会では、広島県による押し付けであるとして、広島県の対応方針に問題があるという議員の意見がある。1988年の出口側、有水処理場建設の時にも、広島県はしぶしぶ半額を負担をしてやるという態度だったと言われる。2005年や2008年の採石場跡崩落の時も、 対策費用は、府中市と広島県の接班であったが、2005年の時には県との費用の負担をめぐって、容易に合意に至ることができず、広島県の支援を得るのに時間を要した。出口側有水処理場だけでも年間4000から5000万円の運営費が必要とされており、人口の高齢化と減少によって、収支バランスが悪化している、府中市にとって重い負担になっている。 平成30年7月豪雨では、通常の17倍の量の汚染水が押し寄せて、貯水槽が満水となり、未処理の汚水をそのまま緊急放流した。2018年7月8日より600トンを24時間かけて放出した。汚水中の有害物質は高濃度であるが、少量ずつの放出なので出口側の水によって希釈され、人体に問題ない濃度になるとされた。 当初、放流量は300トンの予定であったが、採石場跡で斜面が崩落しているのが発見され、処理場への汚水流入量がさらに増加することが予想され、600トンに変更された。放流された汚水中のカドミウム濃度は 0.20mgL で環境基準の67倍であった。放流後の出口が赤流や足田川合流部での水質検査では、 基準値以下のカドミウム濃度であることが確認されている。府中市場や魔城水場では検出限度以下の濃度であった。採石場から重金属が流出して川や田畑を汚染したことが指摘されたのは本県が日本で初のケースとなった。この事件によって都道府県による採石業の認可では重金属による水質汚濁について 十分な審査を行うように周知徹底が行われた。経済産業局長は、その土地における岩石もしくは砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共のように供する施設を損傷し、または農業、林業もしくはその他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するとき、採石権を設定し、または権利者の権利を変更し、 もしくは消滅させるべき旨を定める決定をしてはならない。採石法第16条のに都道府県知事は、第33条の認可の申請があった場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行う、岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共のように供する施設を損傷し、または農業、林業もしくはその他の産業の利益を損じ、 公共の福祉に反すると認めるときは、道場の認可をしてはならない。採石法33条の4都道府県知事は、岩石の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画について、その認可を受けた採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置を取るべきことまたは、 岩石の採取を停止すべきことを命ずることができる。都道府県知事は、第32条の規定に違反して採石業を行なった者または、第33条もしくは、第33条の8の規定に違反して、岩石の採取を行なった者に対し、採取後の崩壊防止施設の設置その他岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置を取るべきことを命ずることができる。 採石法33条の13事業者は、その事業活動による公害を防止するために、実施される公害防止事業について、その費用の全部または一部を負担するものとする。公害防止事業費事業者負担法第2条の2工場または事業上における事業活動に伴う有害物質の汚水または廃液に含まれた状態での排出または地下への浸透により、 人の生命または体を害したときは、当該排出または地下への浸透にかかる事業者は、これによって生じた損害を賠償する攻めに任ずる。水質汚濁防止法第19条。ありがとうございます。